スイスアルプス山中、グリンデルバルト近くの草地。草地は、主に草など、木以外の植物が生えている土地。草原がもっぱら大規模なものを指すのに対して、草地は、比較的狭い範囲のものにも用いる表現である。草地では、草を刈って、干し草を作ることもあれば、牛、羊、ヤギといった家畜を放牧して草を食わせることもある。イギリスやアイルランドでは、草地を意味する。 言葉、メドウの原理は、星草を毎年刈る草地、すなわち、ヘイメドウのことであった。これに対して、主に放牧に用いられる土地は、パスチャーと称され、草地のほか、ヒース、ムーア、森林放牧地が含まれる。グラスランドという場合は、メドウとグラスパスチャーの両方が含まれる。農地としての草地では、多くの場合に、各種の牧草が破種されるため、メドウは、 牧草地とも訳される。日本における行政上の取り扱いでも放牧祭草地は土地改良法第2条第1項に基づき農耕地として扱われる。畑、牧草地、その他の農地、あるいは他の何らかの理由で一旦切り開かれた土地も耕作放棄されたり放牧されなくなると草が成長しすぎるようになり植生の繊維症として草地が成立する。 しかし、一旦草地が成立しても、その状態は長続きしない。やがて木本が見られるようになると、初期に草地へ進出した植物はその日陰になってしまい、勢いを失う。ヨーロッパ人による植民以前の北アメリカでは、アルゴンキンゴ族、イロコイ族、その他のアメリカ先住民たちは、定期的に森林の一部を切り開いて、繊維症としての草地を作り、 餌を求めて鹿が集まるようにして鹿狩りをした。各地に残るディアフィールドという地名は先住民たちがかつてこうした狩りを通して土地管理を行っていた名残である。スペインのタピアでカサリエゴ近くのビスケーワンに面した沿岸草地。木本の成長が環境要因によって制約されるような状況の下では高級的な草地が成立する。 例えば、以下のような要因により、木が育たず、草地が維持されることがある。オーストリア、ホーエナウアンデアマルヒ近くの氾濫源の草地。アイバホ州、ボビル近くのカマシアの草地。ありがとうございます。